アイテム番号 SCP-583JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-583JP は定期限度ロッカーに収容され、定点カメラでの24時間監視を行っています。SCP-583JP の実験には担当者の許可を取ってください。SCP-583JP、A は標準的人型収容セルに収容し、症状に見合った食事もしくは点滴を行ってください。さらに2週間に一度、インタビューを兼ねたメンタルケアを行います。追記事項2000年12月3日に発生した事案を鑑み、SCP-583JP、A は常に目隠しをつけた状態で収容を行ってください。加えてインタビューは別室から通信機越しに行われます。説明 SCP-583JP は、社製のアイマスクです。形状や材質は市販されている商品と同様のものが使用されていますが、従来の商品よりも遮光性が非常に高く至近距離からの強力な光源も遮断します。SCP-583JP を着用した人間は総じて、安心する、という発言をしています。SCP-583JP の異常性は人間が着用し、就寝した状態でレム睡眠に移行した際に発生します。レム睡眠に見られる急速な眼球の動きが観測され、同時に眼球の液化が発生します。眼球の液化には10から20分の時間を有します。この間、着用者は外的刺激に反応せず、痛みを感じません。液化した眼球は黒い誘導体、SCP-583JP-1 として A に変化します。SCP-583JP-1 は眼眶内から溢れることはなく、外的にも取り出すこともできません。着用者が死亡したと同時に消失するため、サンプルの回収には失敗しています。眼球が液状へ変化した着用者は光を感じることができなくなり、視界が真っ黒で何も見えない、と述べています。変化した着用者を SCP-583JP-A として、SCP-583JP-A は、暗闇を見つめていると過去の記憶を思い出せる、と証言しています。彼らの語る過去の記憶は、視覚情報だけではなく聴覚、嗅覚、味覚、触覚などを鮮明に感じ取れるようです。多くの SCP-583JP-A は過去の記憶に固執するようになり、現在の欲求や願望を記憶を思い出すことで満たそうとします。この症状には個人差があり、D クラスの中には苦痛に感じ、過去の記憶について積極的に思い出さずに通常の生活をする SCP-583JP-A もいます。2000年12月3日の事案にて、感染性も確認されました。実験中、SCP-583JP-1 を直視した D クラスが SCP-583JP-A に変化した事例もあります。SCP-583JP-1 を直視するということ以外、詳細な感染原因は明らかにされておらず、同じ期間、同じ条件下で同じ実験を行っても変化しなかった例もあります。SCP-583JP は2000年3月12日にて、県、病院に搬入された盲目患者の男性の自宅から発見されました。患者は SCP-583JP を店頭に並んでいたものを購入した、と証言しており、同商品の調査を行いましたが同じ特異性を持ったアイマスクは発見されませんでした。関係者には記憶処理を施し、患者を SCP-583JP-A-1 と指定した後、保護を行いました。実施日2000年3月15日。対象 SCP-583JP-A-1。インタビュアー竹内博士。付記 SCP-583JP-A-1 には精神診断と説明しているため、本名である、と呼称している。では診断を始めます。3の診断を任された竹内と申します。よろしくお願いします。先生。これからあなたにいくつか質問を行います。もしかしたら辛いことを聞くかもしれませんが、治療のためですのでできれば答えていただけると助かります。わかりました。私にお答えできることでしたら。今の視界はどうですか？今ライトをあなたの目に当てているのですが。いえ、何も感じませんし、見えません。
真っ暗です。ありがとうございます。では、目が見えなくなった当日のことは覚えていますか？よく覚えていますよ。まだ一週間も経ってないはずですよね。時間感覚が少しわからないのですが。3日前のことです。まだそれしか経ってないんですね。あの日は仕事場で寝てました。残業が終わって寝ようとしたのは、朝方でしたよ。空が白んでたような気がしますから。早朝までですか。プロジェクト。私が任された大きなプロジェクトだったんです。私がいなくても何とかなってるでしょうけど、迷惑をかけただろうなぁ。先生は何か聞いていますか？いえ、何も聞いていません。そうですか。あ、当日の話でしたね。眩しかったんで、買ってたアイマスクをつけて寝たんです。それまでアイマスクを使ったことは？ありませんね。以前、眩しくてまともに寝れなかったから買っただけです。達成感もあって、すぐに寝れました。いい夢も見ましたね。夢？詳しく聞かせていただけますか？故郷の夢ですよ。はっきりした夢でした。私は子供で、実家にいました。そこで親父に褒められていたんです。確か、自由研究が表彰されたとか、そういう理由で。それは実在したことでしたか？すっかり忘れていましたが、実際の記憶のはずです。親父といえば褒められた記憶がほとんどなかったんですが、まさかこんなことがきっかけで思い出すなんて。なるほど。今は真っ暗なんですが、落ち着くんですよ。今日はここまでにしましょうか。終了報告書彼の証言の照らし合わせても、SCP-583-JP が原因で間違いないようです。SCP-583-JP-A-1 は現状に対して、異常に落ち着いているようでした。夢の話については異常性の可能性もありますが、詳しくは今後のインタビューで聞くことにしましょう。竹内博士。実施日2000年4月12日。対象 SCP-583-JP-A-1。インタビュアー竹内博士。では診断を始めます。三細菌はどうですか？不便ですが慣れてきましたよ、先生。何か変わったことは？以前、お話しした通り、真っ暗なままです。目を開いても、何も見えません。そうですか。見えないことも当たり前になって、ずっとこのままなのかな、って思っています。我々が全力を尽くして治療法を探っています。ご安心ください。ありがとうございます。ただ、見えないこの真っ暗なことも悪いことばかりじゃないな、って。というと？変な話なんですが、何も見えない代わりに何気ない記憶を思い出すようになりました。記憶？ええ。何も考えずにじっと闇を見つめてると、なんというか、見えてくるんです。それもはっきりと。例えるならタイムスリップしたような感覚ですね。景色だけじゃなくて音もはっきり感じることができるんです。例えばどんなことを思い出しますか？例えばですか。例えば、初めて車を運転した時とか、虫取りの記憶とか、ああ、親父と見た初日の出とか？その記憶は、さんにとってどういったものですか？今まで思い出すこともなかった些細な記憶ってぐらいですね。自分でもよく覚えているな、と思います。
初日の出なんて実家にいた頃は毎年見に行ってたので、そこまで特別な記憶じゃなかったんですが、一つ一つはっきり思い出せます。なるほど。近頃は、目の前のことで精一杯で、思い出す機会なんてなかった。でもこの暗闇では、当たり前だった思い出が焚き火のような暖かい光になってくれている。そんな気がするんです。思い出が、さんの気持ちを落ち着かせているのですね。ええー、他に落ち着く思い出がありまして、聞いてくれますか？聞かせてください。以下、重要度が低かったため省略。完全なログを閲覧するには担当者に許可を得てください。報告書 SCP-583-JP-A1 の精神状態は解放へ向かっているようです。彼が話していたことが SCP-583-JP の特異性に関連するものかは今後調査していく必要があり、また以前のインタビューの夢との関連が考えられます。D クラスでの実験後のインタビューでは7割の被験者が、懐かしい夢を見た、と証言しています。竹内博士。実施日2000年9月13日。対象 SCP-583-JP-A-1。インタビュアー竹内博士、不起 SCP-583-JP-A-1 は食事を拒否しており、栄養失調の兆候が出始めています。診断を始めます。3、食事を拒否してるそうですが、なぜですか？父さんの、料理、美味しいから。3、あなたは我々が提供した食事以外何も口に入れれないはずです。現にあなたは栄養失調の症状が出始めています。いつも作ってくれるんだ。欲しい時に、あの頃の、料理をいつでも。あの頃の？コロッケ、ハンバーグ、カレーライスにオムライス。ああ、味噌汁も美味しいよ、父さん。暗いのは、退屈だけど、いつにでも戻れるんだ。思い出すだけで、満足なんだ。ああ、美味しかったなあ。診断を終了します。ありがとう、父さん。報告書 SCP-583-JP-A-1 の症状が徐々に悪化してきています。私たちの声は聞こえているようですが、無関心でほとんどは思い出と会話しているようです。あくまでも外界の会話は思い出を引き出すトリガーでしかなく、対話の意思は薄れています。この症状には個人差があるようで、D クラスの被験者の中には通常の生活をしようとする者もいます。SCP-583-JP-A-1 には点滴での栄養補給を提案します。竹内博士。実施日2000年1月24日。対象 SCP-583-JP-A-1。インタビュアー竹内博士。診断を始めます。3、こんにちは、竹内です。ああ、竹、内、先生？そうです。今は何を思い出していますか？真っ暗、暗いよ。何も思い出せないのですか？違う、怖くない、安心、音、聞こえるよ。音ですか？どんな、音ですか？ドクン、ドクンって、何の、音、落ち着く。心臓の音ですか？お母さんの音。クリアランスを認証しました。治安記録 SCP-583-JP-1。2000年12月3日、SCP-583-JP-A-1 のカウンセリングを担当していた竹内博士の眼球が SCP-583-JP-1 へと変化しました。同時に失明が確認され、SCP-583-JP-A 個体の症状を確認しました。その後、竹内博士を SCP-583-JP-A-1
A13 と指定しました。SCP-583JP、A13 インタビューログ。実施日2000年12月4日。対象 SCP-583JP、A13。インタビュアーあさみ研究員。不規直接的な接触が SCP-583JP-1 の感染経路と予想されたため、別室からマイクによる会話を行っている。では、竹内博士、インタビューを開始します。インタビューなんだ、識別番号の方で読まないとダメだろう。しかし、読んでくれ。自分が研究対象だと自覚していないと、自分が来覧職員だったことさえ忘れてしまいそうだ。わかりました。SCP-583JB-A-13。今はどのような感じですか？真っ暗だな。想像以上だ。気が滅入るかと思っていたが、案外快適で帰って不気味だよ。では、眼球が SCP-583JB-1 になった原因、感染経路に心当たりはありますか？身体的には何も異常は感じなかった。一昨日寝た時も異常はなかった。アイマスクもつけていない。部屋は真っ暗だった。SCP-583JB-A-1 との身体的接触などはありましたか？ないはずだ。それに関しては記録映像を確認してくれた方が早いだろう。どちらかというと、私は彼を、SCP-583JB-A-1 を羨んでいたからこうなったのかもしれない。羨む、ですって？職員としては聞き捨てならない言葉だろうな。少し前の私でも心地のいい言葉がない。だが、そう思ってたのは事実だよ。彼はね、思い出を語るとき何一つ苦痛のない表情なんだ。その表情を羨ましがったと？いや、彼が無意識に開く、瞳の闇を羨んでいた。何も映さない穏やかな闇を。なぜ、あなたほどの人が？私は、世界を守る職員としても、研究者としてもとても恵まれたのだと思う。誇るべきことが、人が死のうと、自らの命が危険にさらされようと、前だけを向いて歩いてきた。世界を守る、職員として生きていくためにな。後悔しているのですか？なぜだろう。疲れてしまったのかな。報告書 SCP-583JP の感染経路は対象の SCP-583JP-1 を見つめることが原因と思われます。しかし、別の SCP-583JP-A 担当のカウンセラーに症状がほとんど見られないことから、精神的なものが大きく関係していることも考えられます。異常性の発露のリスク低減のためにも、私を含めた担当職員の記憶処理の実行を提言します、あさみ研究員。ついきこのインタビューを聞いた担当職員3名が SCP-583JP-A-14 から16へと変化しました。彼らは SCP-583JP-1 の観察実験に参加経験があり、竹内博士とも交流がありました。これ以上の業務への支障、SCP-583JP-1 の感染を防ぐため、担当職員とカウンセラーに記憶処理を施し、一部人事異動を行いました。SCP-583JP-A-13 から16にも記憶処理を施し、D クラス職員として再雇用しました。公の資料では SCP-583JP-A-13 から16は実験中に死亡したとされています。